セラトは、キア自動車が2003年から2008年にかけて製造を行っていた小型車である。2008年に、後継車種のフォルテ、2012年に、フォルテの後継計算が登場したが、オーストラリア、ロシア、ブラジル、南アフリカ共和国など一部の地域では引き続き、セラトの社名が使用されている。なお、社名の由来については不明であるが、セラトは、 植物のルリ祭りもどきを指す語でもある。セラトーは韓国でセフィア、シューマの後継車種として2000年に発表された。開発コード名 ALD。北米では2代目スペクトラとして2004年モデルイヤーから販売開始された。ボディタイプは4ドアセダンと5ドアハッチバックの2種類で、ハッチバックはセラトーユーロやスペクトラ5などの社名で販売された。セラトーは 現代自動車参加に入ってから開発された車種であり、パワートレインやプラットフォームを XD 型エラントラと共有している。エンジンは当初ガソリンが α2 1.6リットル、β2 2.0リットル、ディーゼルが U1.5 リットルと D2.0 リットルというラインナップであった。2006年にはフェースリフトが行われ、フロントグリル、ターニングライトを含むヘッドライト、 テールライト、トランクリット、フロントバンパーのデザインが一新された。また、1.6リットルガソリンエンジンが新開発のガンマに換装され、U ディーゼルが1.5リットルから1.6リットルに変わった。セラ等の製造は花城工場にて行われた。後継者種はヨーロッパ諸国ではスロバキアで生産される地域戦略者のシード、それ以外の地域ではホルテとなる。 なお、中国の東風与立木屋義社では現在でも製造、販売が行われている。ありがとうございます。